じゃあちょっとフリート高校のお試しになります。立ち回りをフリート高校を思い出さないといけないので今日のパワープロ枠でやらせていただきます。でデッキの方を前回ねガチャ引いて特攻3で固められるかなと思ったんですけれども、特攻3で固めるとむちゃくちゃ偏るんだよね。ちなみにねバスケ両チンがスナイパーでしょ、でテラミチもスナイパーでしょ、でマドカちゃんもスナイパーなんだよね。もうスナイパーだらけなんで、まあ、そこら辺はさすがにねバランスを散らせた方がいいと思ったので、まあ、あとせっかくなのでマドカちゃんをお借りして使っていきます。テラミチも、まあ、PSR プライチになったので使っていきます。であとは、バウンサーの明神も特攻さんなので使っていって、バウンサー役として野球マン5号で、あとはガード役でおはよう鈴木で、レンジャー役で PSR プラゴの、ケンパチを使っていきます。ちょこれでやっていきます。彼女キャラはだから正当な彼女キャラというのはいないです。でここはコツなんで、まあいいや、やっちゃおう。黄色よりはなんかコンテナを別の色を積んだ方がいいんだけど、まあ最初なんであんまり気にしなくていいでしょう。評価を上げていくというのも重要だからね。さてこっからどこがいい、とりあえず春英に行ってみる。で経験点を稼ぐっていうのが最大の目的なんで、金徳の数とかは特にこだわらない。だからケンパチのデートがどうなのかなっていうところだよね。あとマドカちゃんも絆でどれだけくれるか。小平サイガがいるのか、ここはちょっとこれでいこう。で彼女ボーナスはだから狙えないんで、でもさここに彼女を1枠入れるってなるときついよね。どうなんだろうな。 OK、なんか微妙な感じでしかない。一応サイガーをマックスにしとくか、まあ、マックスにすればね経験点はだいぶ変わるんで、だ3色っていうのはそこまで意識しなくていいのか。彼女がいるわけじゃないから、彼女ボーナスがつかないからね。でマドカちゃんは結構早々に上げていきましょう。せっかくだからイベントはなるべく見たいからね。だから3言ってもね、イベント見るためにやると経験点下がるから、いろいろ今回学びの回だから、まあ、それはてかさすがに2色は入れとこう。小平君もいるし、流し打ちで出航タイミング、これもまああんまりこだわらなくていいよね。明神か、まどかちゃんいるね。せっかく3色になるから次あたり出航しますか。じゃあでまどかちゃんはポイントをくれます。すやすや王子、これなんだ、真ん中でいいや、適当に調子安定で後輩の接し方、これどれがいい、優しくすべきとかでいいやつとかつくのかな。つかない。で一応タッグが組めるね。小平がいるね、やっとこう。これで2人からは一応マックスでもらえる。内野安打、一応内野安打方があるからね。なんかこれはこれで調子安定もらえそうだな。俺も負けないぞ。競争心、じゃあ出航しますか。そしたらちょっと少しでもボーナスが欲しいな。いや特にない。ここはそもそもタイムオーバー、2人しかいない。ここがってことは結局2人のところで行くしかないじゃん。じゃあ
筋力、まあ、いや早々に引き上げよう。ボーナスか、微妙。4番チャンス140、でかい。超天才の不得意はゲームで体力が回復できる。教えてくださいお兄さん、これはペンギンがいるのは北極と南極、南極でしょ、一応なんかぽいやつ。よし、評価結構上がるね。少し能力を上げていきますか。と肩を上げる能力はない、能力というかポイントがない。で筋力がだから足りてないんだな今のところは。3、赤原がいる。ケンパチがまだなのか。でもちょっと赤原入れときたい。でプロテイン飲んどくか。いいね。で赤原と打てる。てかまどかちゃん評価どうなんだろう、気にしないとね。見ていくか。うわまだ乗ってないわ。130色つけとくか。ヘラミチもいるし。やる気が下がった。教えてくださいお兄ちゃん、保健体育めちゃくちゃ得意だよ違った、普通のソフトボールの規定イニング数って体育の方ね。え9回じゃないの。こう問題に出していくってことは7回。偏差値 75? むちゃくちゃ頭いいじゃん。俺なんかとは大違いだな。赤原はもう完璧。ちょまどかちゃんも乗ったっちゃ乗ったか。明神がちょっと低い。これはついてないのか。え、もう大丈夫だよね。で、一応タックが組める。やっとこう。で、これでおさばらか。うん、回復しとこう。まあ、ワンチャンモテモテだけど、特にいらない。何もないから出航しましょう。肩で敏捷もまあまあ、パワーは足りない。筋力不足か。敏捷も若干不足してるね。でここで333、ほんとだったらこれね彼女キャラ入れてればかなり良かったけど。暁へ行こう。いや、やっぱり彼女キャラ入れた方がいいか。でも彼女キャラを入れつつ相棒キャラを入れるっていうのがどうなんだろうな。4号の謎、野球能力を上げたい。いい経験点だ。告白、付き合おう。チャンス、どうなの。人がいるところがいい。人が7位。五十嵐上げとこう。下がった体力が、肩が打てる。五十嵐メンタルもいけんのか。まあでもこっちでいや、微妙な経験点だけどね。これで五十嵐マックスでしょ。7位も上げときたいな。これはやる気が下がった。絆、ちょっと待って、これは止めるみたいですね。これとりあえず絆が結ばれて、
野球マン5個がまだか。手話こっちでそこそこ経験値が高いな。3色、まあ、3色だからこだわる必要はない。でカロリーバーを食おう。はい、コツもあるしね、みたいな。逆境餅つきバトル、まあ、これはこれで回復ができるから悪くはない。でクリスマス前だからもちろん寝る、反論する、ちょっとタックが組める。どこもコツがない。1の背がいる。7位は7位で欲しいんだよな。1の背コツ、まあいいや、もらっとこう、せっかくだし。覚醒王子、ちょっと体力回復系がもったいなかったね。てかハッチの経験点どうだったかな、なんかすげえ少ない気がするんだけど。ほらしょぼすぎだろ。もう早々に撤退しようかな。7位がいるか、やっとこう。で2回目はまあ大したあれじゃないんで、ここら辺のさデート系のイベントが大して強化されてないよね。で正月どう、体力回復しつつまあまあのポイントか、いつの間にか経験値がそこそこ溜まっている。C、 オール C はいける。でそうすると若干筋力が不足しているというのが分かる。これはどうする、7位いるし、やっとこう、やっとこうっていうか、まだ3つ溜まってなかったわ。で2回目、チームメイト許可も上がるしね。で外野手、至高の外野手取りに行こう。いや大して意味ないけど、一応タックは見とく。どうなの、いや先行こう。春英か、これ1回やったところ結構楽だからね。ちょっと春英もう1回行こう。気にしないで練習できるから。筋力、春英ボーナス2と悲しすぎる。スケット剣道、これ何、ネウオークル、特質系能力者だからね俺は。エンペラータイムの時間だ。エンペラータイム大して意味なかった。現明神とかまだじゃねえかよ、よく見たら。じゃあちょっと帰る、2人の強化を上げる。絆も何もやってないからね。ここは災害、こういう時にデートっていうか絆でもいいのか。ちょっとハッチデート内容確認しよう。まず1回目49ポイントか、まあどうだろうな、多くはないよね。失敗したな、カスが。別にいいんだけどさ、大したことないな、大したことないね。1個つくのか。監督評価むちゃくちゃ低いな。じゃあちょっと2回目ハッチ、2回目でバレンタインも絶対しょぼいよこれ。49とか悲しすぎる。いいね、ダブルタックじゃなくてトリプルタックになってた。
覚醒おじさん会だ。もうすでに思考の外野手を失敗してるからね。さあ正解してくれ。よし、独身術飲む。若干ハッチ重いか、イベント的に。少し技術をさばこう。金原点があふれるのもちょっともったいないからね。今星っていうか鈴はこれで2つ目。多分まどかちゃんは若干意識して練習していかないと強化マックスにならないと思うんだよね。ただ最後フリートから帰ってきた時にまとめて絆をやるっていうのもまあありか。ここも50引き止める。あとは待ちつつだよな。どっちがいい、これ。まあ、大したことないな。じゃあこう、で最後落ち着きバトル。これは勝ち負けがあるんで勝った。勝つと骸骨が取れるのかな。飲むもう何も分かんねえんだけど。体力しか上がんないのか。船積みのあれが半端ないな。あ、カラスマがいる。いやもうなんか去りてえな、ここ。あ、しまった。もうすでに強制出航になって、強制出航というか出航できる状態になってたわ。やべ、評価が下がっても関係ない。これ何、オクタビアにしてみよう。体力を回復した、やった。一応見る、もういいや。で溢れないように技術精神が結構あるね。で出航して、ここはいけない。まあいけなくてもいいか、2人しかいない。いや微妙、ダンジョン、いや微妙だな。2人はさすがに微妙だな。パッピー、いや、じゃあここにしよう。ダンジョンに。さてこれでいっぱい手に入れて、タックがまあまあ組める。マルシナもいるんでやってはおくか。今日140とこ結構あるからね。80ないと無理なのか。じゃあ呼吸を上げとこう。でやるでしょ。船積みタンクの積載量はもう気にしなくていいんで、あれは別に経験点には反映されないよね。これは勝手に進んでいくよね、野手だから。でも野手の場合って聞いとくなんだ。で守備もバット丸島くんがいるね。やろう。てかワンタックだし。最近スカウトさんめちゃくちゃ注目してるな俺のことを。スカやる気が下がった。ああそうかそうかそうか、二股にはなってないんだ。ここは人がいない。なるべくだったらそうだよね、入れたいんだけどな。入れたいんだけど悩みどころだな。微妙だな。こういう微妙な時にはデートするか。4回目ここで剣道だって。これわかんねえ。あ、私がバカになったばっかり見よう。じゃあ俺もバカになろう。100ヘッド微妙だな。大切な選手、
チームプレイ。いない。いる。いる。やっとこう。どうだ、なかなかいいだろう。オークタビアン、これどれにする？真ん中、真ん中っていうか選択肢が真ん中。高速チャージか、筋力、これは明神か、やろう。これで3つ目もういいか、サロー練習か、まあ、練習は経験点にはなるけどね。死にそうだ、一応見とこう、大したあれはない。じゃあ出航しよう。ちょ待って待って待って、その前に経験点があふれるかどうかだけはやっぱり確認する。100、ちょうど69、やっとこう。ちょ待って、そしたらさ、呼吸が上げられん。A にしとこう。よし、 OK、 じゃあ出航しましょう。どこへ？暁も相当溜まってんな。暁に行こう。あ、これは侵入者、やられた。タイエース、監督評価多分クソ低いよね。印象だいぶ手に入れたから、これで一応上限突破できる。いや、どうだろうな、やっぱりボーナス考えると彼女キャラいた方がいい気がするんだよな。ケンパチがなんかさほど役に立ってない気がする。オッケー、一点入れたよ。せめてこれで評価上がってくれ。最後もう一回撃つ、アンヌスライダー。ケンパチがね、ミオちゃんクラスにイベント経験点があればいいんだけどね。ミオちゃんも今回一応特攻2にはなってるから、マドカちゃんどうなんだろうな。今のところ機能してる感じはしないんだよね。船積みタックでまどかちゃんが絡んでくれればめちゃくちゃ伸びんのかな。だから基本的に船積みタックのでかい来るのを待って、それまでデートしてみたいなのはまあありかもしれない。ケンパチこれでも60とか、人が少なくすぎるからな。そもそもデートしよう。じゃあラストデート、プロテイン。最後は経験点すごいね。そうか、4回目でそもそも金徳がもらえるからね。まどかちゃんとかどうなのこれ。エールターン、体力が下がったで、まあ7位とかももう完璧だからね。じゃあちょっとここにしてスカウトさんの評価あって、もうスカウトさん評価抜群じゃん。でもさっぱりわからん。で、肩、五十嵐、切り込み隊長、特に絆でも進めるか。じゃあ遊ぶ、選択肢は出ない。技術が40、メンタル1の線。よし、回収しとこう。敏捷72、悪くはない。で最後の出航なんで、技術が結構あるな、精神もあるな。10、100かかるのか。
全く特能取ってないからね、その代わり。チャンスだけ取っとこう。で、出航で、フリートに帰って、で、経験点ゲットして、フリートボーナス。いいね、140。でかいよね、やっぱこれは。ハゲタカ。あれ、待って、監督評価どうなってる？あ、大丈夫だ。乗ってるわ。あ、なんか練習性の高いなメンタル。まあやっとくか。あれはあと2回だからね、絆は。センター。でとりあえず肩上げとくか。はい。で、敏捷が足りんかな。試合経験点ボーナスはどうなった？鈴木は試合経験点ボーナス持ってるよね。どうだろうな、特攻さんのレベルの高いキャラがいないんで、特攻2とかで固めちゃった方がいいのかな。がね、もうちょっとだけレベル高ければ、まあ、入れたけど、プライチっていうところが微妙。ミオちゃんがだってまず PSR プラボでしょ、ケンパチもプラボでしょ、 PSR ので、彼女キャラは特攻さんにいないのか。だったら合わせちゃん入れるのもありかな。まあちょっと見つつって、すげえな。めちゃ固まってんなこいつら。いやでもどっちが経験点高いと、まどかちゃんがそもそも乗ってないから、41回につき40くらいか。すっ、ちょっと待って、バットとクラブだ、バットでいいや。これ多分あれだよね、ヒートアップ。守備力も上げとこう。はい、102。敏捷が足りてない。総力バースト取れんわ。4番、独身術取ってねえや。ヒートアップ。お待たせいたしました。ちなみにフリートココってどれだけ点数出せればいいんだろう。2万点近く必要かな、ランナーとランナーなしという点数だけを考えたときに。初球打ってきた、二遊間ライナーや。フリート追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という。打った、これが強烈。重ねたいけど、こう考えた時にどうなんだろう、どういう編成がいいのか。この回の先頭バッターは多少はやっぱり2打点を挙げています。初球打ったライトバックしていった、同じ宇宙間にボールが抜けていった。練習を固めた方がいいのか。奥田、フリートリードで迎える8回です。今日3打数3打、ワンタック持ちの方が経験点は伸びるからね。まあ、その代わり船積みタックになる確率が少ないっていうのはあるけど、寺道くんとか練習1種類しかないんで、肩が来てくれればまあまあまあだけどな。まあ、最後やるか。はい。で、野球マンがな、PSR 持ってればな、だいぶ違ったんだろうけど、俺にはその実力はない。鈴木も PSR 持ってるから、そんなこと言い出したらキリがないけど、感染あの突っ込むところが余ってるんで、やっぱり別バージョンがあるっていうのはね、だいぶ楽だよね。企画ヘッドにハイエース、ちょっと待って、先に独身術これを回収しておいて、あと取れるやつ、逆襲も取れる、追い打ち。能力的にはもう大して上げるもんないからね。お待たせいたしました。フリート
ここはなんとか追いつきたい。ピントの数を気にしなければデートの数は少し増やしてもいい気がする。ケンパチのデートは微妙。ミンちゃんのデートはね、やっておいてもいいと思うんだけどね。フリートリードで迎える3回です。まあ、それノーアウトランナー1塁という場面、ドキノとかもそんなにレベルが高いわけじゃないからな。まあ、でもフリート攻撃に入ったのはでかいよね。今回のトップバッターは1種類役割がつくからね。鉄砲7回の裏、しかもフリーキの自体も悪くないし、トップバッターは徳田。一応ね、PSR 券とかガチャ券がね、それなりにってか、フリおい同点のチャンスです。どういうことだ、余ってんだよね。それでワンチャン狙うか、フリートキャラを。やるな、連合軍みたいな感じになってるけど、相手すごい。いや、窓かちゃっていうか、取ってねー。いやどうする、まどかちゃん申し訳ないけどあんまり入れる価値がないと思うんだけど、ワンチャン狙いか。頂上を狙うんだったらまどかちゃんのエールタックで経験点を稼ぎする。先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で全体経験点自体はそんなに多い感じはしないからね。フリートリードで迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面、結局ノロカの剣だよね。第2球レールタックが来れば経験点は伸びるけど、得意練習自体を持ってるわけじゃないんで、そこをどう見るか。やっぱりワンチャン狙いだな。これから4球目、最初はちょっとまどかちゃん入れないで、それなりの点が出たらやっぱり切り替えていくと。打ちました、痛烈、いった、入った、入った。まあ徐々に1キャラずつね。6回の裏、フリーと攻撃に入ります。先頭バッターは徳田、今日5打点を挙げています。投げた、やばい、ストライク、打ってしまった。第3球を投げた、これはいい当たりだ、いった、入った、入った。もう一回回ってきた。フリートリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で徳田、今日6打点を挙げています。初球空振りから第2球投げた、打った、これはいい当たりだ。ちょっと点取られすぎだろ。明神先発だったずっと。ここでもう100超えるかってことは試合経験点結構ついてるな。最後はちょっとケンパチ、ケンパチもそんなに機能した感じはしないけど、最後にまあもらえるっちゃもらえるからね。エピローグ経験点、総力バーストとか全く届かないわ。一層なんて取ってたら無理だな。上り上司、あとなんだ、ハゲタカか、ハゲタカ安っ。え、ハゲタカ単品だとこんな安いんだ、知らなかった。ちょっと敏捷を残しつついっか。てかアイテム1個余ったな。でもミオちゃん入れるってことは明神も筋力だから、筋力だけばっか稼ぎしてもな。やっぱ2回の裏1点を追いかけ、欲しいよね経験点もらえるのが。トップバッターは徳田、ボール。第2球誰外すっていうのもあるけど、アウトロー空振り。第3球をイベントがね結構かかるんだよね。ジャストミート、前入れとかに徳田軍道って外野だったんだ、知らなかった。ワンアウトランナー一塁三塁という場面、あっと、いった、入った、入った。フリートリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁、発動してくれる、ありがたい。やっぱり独身術マジで強い。フリート追加点のチャンスです。そしてこいつも知るという場面、打った、これが強烈、こんだけ打たれて。サイドピッチャーなんていくらでもいるだろう。121いいね。1位、かなりアピールしたからね。でエピログ、これ絶対しょぼいよ。すごいバーストくれた、くれるんだ。
別にいいけど、これちょっとこれ経験って低いかもしれない。でも80どうなの、乗ったの最後。使いどころは難しいね。1万3000、まあまあフリートは結構経験点出るからね。内野安打流し打ち、内野安打を取れなかったわ結局。気迫ヘッド安っ。もうなんかあんまり、ああソニックバーストせっかく最後もらったんだ、回収しとこう。2アウトフィールダー、せっかく寺道くんからもらったんだアウトフィールダーを。いっそじゃああと使わないやつ、連打帳尻合わせ、満塁男、お、いい感じで、いい感じで使えてるんじゃん経験点自体は。もう取れるのないっしょさすがに。これでという感じですね。別にもうなんでもいいんだけど、どうだろう、ちょっとまどかちゃんのね使い道がね難しい気がしたっていうところですね。あとねケンパチもどうかなっていうところ、まあワンタックの人だから走塁練習でね船積みが来てくれればもしかしたらっていうところはあるんだけど、ちょっとこれは要考える必要がありますね。やっぱり特攻にをメインにしていった方が俺はいいかもしれない、俺の手札的に。あの野球マン5号の PSR プラゴとか、まああとねカレンちゃんもね PSR とかでレベルが高ければ全然入れていいと思うんですけども、俺そこら辺がねどうしても PSR を持ってないし、そもそもカレンちゃんに至っては SR プラゴにしかなってないんで、やっぱねまどかちゃん抜かしてカレンちゃんをお借りしてっていう方が俺は向いてるかなと思いました、まあ、もうちょっとね、試行錯誤して、本番を迎えていきたいと思います。まあ、そんなわけで、今日のパワープロはこれで終了します。